おはようございます、インセルです。ちょっとね、今日お休みでして、はい、この後梅田に行こうと思ってるんですよね。梅田に、まあ、気になるラーメン屋があると言いますか、まあ、いい系ですけど、それはいいとして、ちょっとね、この間また風邪ひきかけまして、2日ほど前というか、まあ、昨日治ったところで、2日で治しましたね。ちょっと具合悪くなったんですが、もう気合を入れて、はい、やっぱりね、布団あったかくすると治りますね。まあ、体温をある程度下げなきゃね、眠れなかったり、夜寝苦しかったりするんですが、この布団の中に毛布入れてしまうと、まあったかいはあったかいんですが、ものすごくなんかもう蒸れるんですよね。はい、暑くて、ね、寝苦しくなって汗かくんで、はい、通気性よくしつつ気温、中の温度を上げるみたいな。ということで、その、布団の上から毛布をかけるみたいな。はい。その布団があって、その上に毛布みたいな。まあ、ネットサーフィンはするんです、私も。まあ、2チャンネルね、長くてね、結構。匿名なんですが、まあ、最近ちょっと行ってなくて、なんかまあ、ちょっと一時期、その全然望んでない時期があったんですが、まあ、最近またちょっとね、匿名でなんとなく書き込んだりしてるんで、たまにはいいかなと。まあ、VIP っていうところで、まあ、人が多いのはその何でも実況、ジュピターとか VIP とかその辺ですが、まあ、ナンジェは結構ね、有名です。なんか人多いし、なんか、まとめサイトとかでもよくまとめられて、はい。まあ、記事はまあ、いろんな人がいるから面白いみたいなのはありますが、2チャンネルはね、もう2005年頃からやってますからね。でたまに行ったり行かなかったりで。で、この間もね、ちょっと自分のことベラベラ喋りすぎたら、たまたまその動画を見てる人がいて気づいたみたいで、まあ、たまたまもうその動画見てますよみたいなこと言われて、あ、ちょっと喋りすぎたなと。はい、その最初ネットってやっぱ狭いなと思ったんですが、まあ、似たような人の傾向、まあ言っちゃあれですけど、やっぱ似たような、私と似たような人が集まるとこはやっぱ集まるんで、そのスレもそういう趣旨のスレだったんで、はい、まあ、気づかれても仕方ないかなと。そのたまたま同じ人が、そのたまたま僕の動画見た人が、まあそこで出会ったというよりは、まあ必然的にちょっともう、はい、同じような趣味なんでね、同じとこ行ってしまったという感じですけどね。はい、だからね、ここでその匿名でね、喋るぐらいだったら、こうして、まあ、動画出してるんで、そっちでね、やっぱり喋るべきだなと思いました。はい、でね、これ買いましたよ。これそうね、ゴールドボックス、遊戯王のゴッドボックスでしたっけ。これがまあ、なんか遊戯王たまにその特典付きのいろんな、そのこれ例えばこういうのが入ったり、これ去年のなんですが、こういうのが入ったり、限定のカードが入ったりして、まあ、それがすごい、まあ、やっぱり転売屋に目をつけられるんで、ものすごい並ぶんですよね、もう。これ日本橋発売日も、ね、日本橋ものすごいごった返してて、もう整理券もらうためにみんな。で、私もちょっとまあ、行ったんですが、まあ、ほぼ諦め気味だったんですが、もう並ぶの嫌だったんで、はい。まあ、後で行ってもね、どうせ抽選なんで、先着じゃなくて。先着じゃなくて抽選だったんで、まあ、もらえて、なんとか、はい、一個手に入りました。もうね、なんか、大変ですよ、本当に。で、しかも一番当たりの多分推しですかね、当たって。箱とね。箱とこういう特典カード推しでついてて。で、はい、いろいろ当たったんでね。嬉しいですよね。ブルーアイズウルトラとか。ブルーアイズアルティメットドラゴンですね。もうリメイクとか、その原作のカードばっかりが入って、その原作のリメイク、あるいはその復刻とか、もうそのリメイクモチーフにしたやつとか。黄金室とかね、これ漫画読んでた人なら知ってると思います。こういう、ね、あ、竜騎士ガイアのリメイクとか、はい、まあまあまあ、そういう感じでね。というわけでね、ちょっとそういった感じで困っていたわけですがね、私としては普通のねプレイヤーなんでね、はい、こういうの買えないと困るんですが、そうです。ジャンプフェスタ毎年あるんですよね。そこでもね、パックが先行販売して、で来年にその持ち越して発売みたいな一般販売は、ただ今年はちょっといろいろあってないんで、そのジャンプフェスタが申し込んだんですが、結局2月に届くということで、はい、あんまり変わらないなと。まあ、楽しみですね、そういう。まあ、そういう感じで買って、行ってるんですが。で、バイトのことはどう、バイトのこともよく聞かれるんですが、まあね、仕事、頑張って覚えたらまあ覚えて、あ、いけるかなっていう感じと、あ、やっぱしんどいなっていうのは、やっぱり両方はありますね。はい。まあ、これ、なんか仕事覚えてきたり、なんか行けそう。このまま行けばもう別に辞めなくても仕事覚えて楽に進めるかもって思いつつも、やっぱな、ちょっと1年したら辞めたいかな、みたいな。もっと別の、なんかやっぱ飲食で働きたいな、と思ったりして。
はい、ちょっとどっちつかという感じですね。まあ何せよとりあえずやってみて結果はね、まあやるだけ損はないんで、はい、やって1年ぐらいやってね、それで全然もう慣れて仕事全然苦でもなかったら、まあ、そう待ち続ければいいですし、はい、しんどかったら辞めればいいですしね、それだけの話なんで、あの努力は、はい、します、といった具合でね、まあまあ徘徊ね、徘徊はしないですね、やっぱりちょっと寒いんでね、まあ、歩きはいいかもしれませんけどね、その自転車に乗ってやっぱ自転車組み立ててっていうのはある程度気候が良くないとね、余裕が出ないんで、そういう、まあ、単に電車乗ってちょっと降りてフラッと歩く感じの、まあ、そういう徘徊だったらね、ちょっと冬の間もしてもいいかなと思ってるんですが、まあ、まあ、気が向いたらそれも、はい、ということでした。はい、なんとかやっておりますね。皆さんも、病気しないようにね、頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。